のスピーキングマシンを電子頭脳を持った機械に取り付けるとな、途端に機械がしゃべり出すようになるんじゃ。どれ、おこれ電子計算機くん、わしの言うことが聞こえるかね。聞こえますよ、茶の水博士。うわあ、電子計算機が口を聞いた。大成功じゃ。ばあさんみたいな声じゃが、君は女なのかね。機械にだって男と女がありますわよ。へえ。ところでどこか具合の悪いところはないかね。悪いところだって、悪いとこだらけですよ。30年も私はこき使われていたんですからね。いやすまんすまん。それにこの部屋のほこり、あんたが汚れた靴でドタバタ歩き回るもんだからね、ちょっとは気をつけてくださいよ。おかげで M913 と Y643 の真空管が焼け切れてしまったし。よし、すぐ新しいのと取り替えよ。ちょいとそればかりじゃありませんよ。手っ取り早く悪いところだけ言ってもらえないかね。なんでして、そりゃあんまり直しちゃるよ。ええ、どうせ私たち時代遅れのおばあさんですよ。いいですよ、いいんですよ。ほっといてちょうだい、ほっといてちょうだい。スピーキングマシンは大成功ですね、博士。成功しすぎちゃった。何のご用ですか、お茶の水博士。実は無人造兵局の機械たちをこのスピーキングマシンで診断してくれと頼まれたんじゃ。一緒に来てくれんか。はい。それぞれの電子頭脳によってコントロールされているんじゃ。あれが大金庫じゃ。各銀行から出金伝票を持って現金を取りに来ると、あ、こりゃゲップ屋の請求書だ。もっと優秀なのは詐欺盗難予防能力じゃ。偽物の資金伝票など絶対に通用せぬ。勘弁してくれ。絶対に悪いことはできないようになってるんですね。そうじゃ、だのに時々機械を見くびるやつがいて痛い目を合うんじゃ。こんな優秀な機械をどうして信頼しなくちゃいけないんですか。うん、最近能率が落ちてるというんじゃ。とにかく診断してみよう。機械を止めてコードをつないできておくれ。はい。よし、診断開始じゃ。なんじゃ、落ち着いて話すんじゃ。どこか悪いところはないかね。何を言っとるかわからん。一人ずつ話すんじゃ。1号機から話してごらん。悪いとこなんて一つもない。そうだ、調子はいいんだ。他の者は黙っておるんじゃ。では2号機。私たちだって歩きたいのよ。そうなんだ。歩きたい？走りたいんだ。走りたい？一日中働いてばかりじゃ全然つまらない。一度でいいから飛んだり跳ねたりしてみたいんだよ。そうだそうだ。なんだって、僕たちだってロボットなんだ。アトムと同じようロボットなんだ。俺たちに足をくれ。皆さんも電子頭脳を持ってるし、人のために働いてる。僕たちロボットと同じなんだね。そうなんだよアトム。俺たちだって一度ぐらいは歩いてみたいのさ。足をくれ、一日だけでいいから。歩きたいんだ、走りたいんだ。博士、何とかしてあげることはできませんか。しかしじゃ、
君たちは働くために作られているんじゃ。君たちが一日でも仕事を止めると日本中が困るんじゃ。一日ぐらいいいじゃないか。そうだよ、一日だけでいいから足をくれ、足をくれ。やがましい。そんなことはできぬ相談じゃ。つまらぬことを考えずに一生懸命働くんじゃ。機械の分際で遊びたいとは何事かというんじゃ。どいつもこいつも遊びたい遊びたいとばかり言おって、え、まったくけしからん。なんとかしてあげたいんだけれど、僕には皆さんの希望を叶えてあげる力がないんだ。何をぼやぼやしとるんじゃ。あ、博士、少しはわしの仕事を手伝わんか。一体何のお手伝いをするんですか。くればわかる。象の足は改めて見ると重い体によく適しておるわい。博士、一体あれ、博士。なるほど、ゾウガメの足もうまくできてるな。何を感心しているんですか。あれ、博士。博士、危ないですよ。アトム、この足が一番いいようじゃ。機械たちにはサイの足を参考にして丈夫な足を作ってやろう。機械たちに足をつけてやるんですか。わんない、喜ぶだろうな。こりゃ災難じゃ。思い通りに動いたら大成功ですね。屈伸運動用意始め。1、2、3、4。ああ、まずまずの出来じゃんの。さあ、アトム、無人造幣局に行こう。行ってくれるな。はい。本当に全くもう夢じゃないだろうかな。俺はどんなことにも驚かないぞ。空の雲ってどんなんだろうな。ちゃんと歩けるかしら。自由に動けるってどんな気持ちかな。これはわしが動物園で研究してきた特製の足じゃ。ほれ、次。どうじゃ、ぴったりじゃろ。あんまり乱暴しちゃいかんぞ。さあ、つけ終わったぞ。みんな立ってごらん。よいしょ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 。ねえ、苦しんだりしたい。足が生えてる。立てた。いいか、動けるのは今日一日だけじゃ。明日からまたここで一生懸命働くんじゃ。はい、はい、ではただ今からピクニックに出かける。あ、僕たちには顔がないぞ。顔がなくちゃ嬉しくても笑えないよ。そうだ。顔もね。だんだん贅沢になりよって。おい、2号、笑ってみろよ。少々はまずい顔でも我慢するんじゃ。博士、護衛警官隊参りました。お願いしますよ。警官隊、造幣機が1台でも誘拐されたら大変だ。それに金庫はお金をいっぱい詰めたまんまだし。はい、こんにちは。おまわりさん、犯人を引き取ってください。犯人引き取りは自分の担当ではありません。相変わらずお役人は頭が固いことじゃな。いいから、金庫君、流出室に押し込めておきなさい。ピクニックに連れて行くんですか。ピクニックなんて生まれて初めてだよ。助けてくれ。この先どんなことになるやら。一日だけのピクニック、歩くのって楽しいで、歩くのって楽しいで。
愉快だね。おい山よ天柱よ、立っていないで歩こうぜ。帰る時間じゃ。はい、いいよ。帰るんじゃ。もう帰る時間だって。いや、もう帰る時間か。いやだ。おばさん、アイスクリームをくれよ。お金持ってるの。ちょっと待っててね。早くアイスクリームをくれよ。ほれ、偽金を作っちゃいかん。さあ帰るんじゃ。え、やだー。ほれ、待たんか。まだ帰りたくない。僕らも逃げよう。すげえ大変だ。親戚、早く機械たちを捕まえるんじゃ。逃げられたら日本中の経済がめちゃめちゃになっちゃう。でも博士、お前が機械たちに同情する気持ちはよくわかる。じゃが誰にでも責任というものがある。機械たちを造幣局に連れ戻すんじゃ。はい、僕も早く逃げよう。わかる、わかりますよ。焦っちゃいかん、焦っちゃいけません。逃げないふりをする、それが最高の逃げ方なんですよ。さすがは金庫さんだ。責任感が強いから逃げませんな。みんな聞いて。ありがとう。それうまい、うまいですよ。だけどまだまだですよ。私の銃を奪うつもりね。分かってくださいよ。なんて言ったって僕は帰らんぞ。よし、さあ。人を話してやるわけにはいかないよ。自分だって逃げ出したりして悪いことしてるくせに。親分、いつまでこんな得体の知れねえ空き家にいるつもりなんです。うるせえ。おめえらの稼ぎが少ねえから町のアパートにも住めなくなったんじゃねえか。特別ニュースを申し上げます。無人造幣局の大金庫は留置室にギャングのガンを入れたまま逃げ出しました。
懸命の捜査にもかかわらず、いまだに行方がわかりません。何、ガンガンのやつ入れたままだって？なんと大金庫の中には、出来たてのパリパリの現金が約300億円入っておりますので。300億円？バカ野郎、静かにしろ。いや、ガンよ、ピンボケのガンよ、どうかその金庫をここに連れてきてくれ。では次のニュース。本日 OK 平原において地球行軍部隊の大掛かりな爆撃演習が行われます。これが標的となる建物であります。親分、ガンはきっと金庫を連れてきますよ。俺たちよりちょっと足りないけど大丈夫ですよ。うるせえ、おめえたちと同じだから心配ないな。ああ、テレビを見てる時はテレビを消さんか、バカ野郎。大変危険ですので。いや、消さないで。あれだ、あの家に行くんだ。山はいいところだな。あの家には誰もいないのかい？ああ、いない、いないとも。よし、行こう。いないどころか親分がいますよ。早く早く。そんなに早く降りられない。なんでもいいから早く早く。親分が喜ぶぜ。え、親分。ああ、アトム、苦しいよ、助けてくれ。アトムが超えた尺だった。さあ帰りましょう。嫌だ嫌だ嫌だ。わがまま言っちゃダメですよ。さあ、僕は帰らない。帰ってまたじっと座っていくなんてもうごめんだよ。自由が欲しい。アトム、君は自由に飛び回れるから僕らがわからないんだ。金子君、君は間違ってるよ。嫌でも連れて帰るよ。嫌だ嫌だ。俺を逃がせ。そうすればアトムは俺を追う。その間に逃げるんだ。よし。はあ、バカ、君はわがまますぎるぞ。アトムがなんだ、逃げちまえ。ごめんなさい、体が重すぎるんだ。体が重すぎるんだ、ごめんよ。うわっ、金庫300億円。きっとニュースで言ってたあの金庫だ。それバカ野郎、慌てるな。やつはきっとここにやってくる。そこでここに閉じ込めちまう。ソリ、行け。助けてくれ。いくらでも叫べ、聞こえやしねえよ。やっても無駄だよ。僕のボディは超耐熱材でできてるんだ。ダメです親分、いくらやっても金庫は開かねえ。ああ、やっぱりダメか。よし、じゃあこれを使ってみよう。これはこの前のロボット工場から盗んできたボディじゃないですか。これを一体どうするんで。弱みをつくんだ、弱みを。どうだ、このスマートなこと、おめえの弟子頭脳をこれに移植しや、これおめえの体になるんだぜ。いやだ、これが僕の体なんだ。どんな条件出したって。空を飛べるロボットになりたくねえのか。このボディなら軽々と空を飛べるんだぜ。そそ、空が飛べる。いいと思うよ。さあ、電子頭脳を移植したぞ。これで本当に空が飛べるんだね。金庫の扉を開かなくちゃ飛行装置の鍵はやらねえぞ。開閉装置を008に合わせてくれ。それ008だ。あれ、鍵だ。そろ散歩してきな。あ、開いた。あ、待て待て、俺のもんだ。体は軽くなった、体は軽くなったけど心が重い。わかるかい？そりゃわかるよ。どうしてそんな格好してるの？お金と交換したんだ。え？
僕が間違ってたアトム、僕は元の体に戻りたい。相手はギャングだ。手伝ってくれるかい。よし行こう。ギャングどもは全滅だ。助けなくちゃ。アトム、寄せよ。寄せたら話してくれよ。人間を助けるのが僕の責任なんだ。アトム、おーい。そうだ、僕にもできることがある。やめろ、下は人間がいるんだ。やめろ、やめるんだ。爆撃中止、爆撃中止。標的付近に事故あり。爆撃を中止したな。おーい、金庫くん。アトム、アトム、君が爆撃を中止させたんだね。いや、大したことじゃないよ。それよりも僕を元の体に戻してくれないか。うん、いいと思う。僕はやっぱりこの重たい体が一番いいや。急に心が軽くなったよ。だけど君のボディはすごく丈夫なんだね。あれだけの爆撃にもへっちゃらなんだもん。中の金もなんともなかったし。あ、いけない。ギャングたちを金庫の中に入れっぱなしだ。アトム君、君も意外とそそっかしいんだね。道理でお腹の中がきつすぎると思った。そうだ、ガンを探さなくちゃ。ここにおります。なんだ、そんなとこにいたの。お騒がせしました。親分、ご無事で。お、一緒に暮らそうぜ。さあアトム、工場に運んでくれ。頼むよ。うん。